はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。皆さん腰痛に悩んでる方いらっしゃいませんでしょうか？はい、腰痛の原因というのは、まあ、いろんな、ね、原因があるんですけれども、一番多いのが筋筋膜性腰痛ということで、原因がねパッと、レントゲンとか MRI 撮ってもわからない腰痛が非常に多いんですね。そんな時に腰痛の原因として起こってる、悪い姿勢というのがあります。それがですね、よくあるのが反り腰なんですね。反り腰、別名で言うと開交差症候群なんていうふうに言うんですけれども、開交差症候群というのはどういう状態になってしまっているかというと、簡単に説明します。はい、三角の部分が骨盤です。その上が、棒で書いてありますが背骨、そして足がついている状態ですね。で、この骨盤が前に傾いてしまっている状態というのが、開交差症候群です。で、前に傾いてしまっている状態は何で引き起こされるかというと、前ももと腰が硬くなってしまっていて、こちらの方向に引っ張られている状態になります。そうすると前に傾いてしまいますよね。これに加えてお腹、お尻、もも裏は、緩くなってしまっていて、筋力が低下しています。緩んでしまっているところは伸ばされやすくなりますので、よりね骨盤が前に傾いていくという状態になります。はい、こんな感じが開交差症候群、反り腰なんですけれども、自分では気づかず、いい姿勢を取ろうと思って体をねこうパッと起こそうとすると、腰をグッと反ってね、いい姿勢っぽくしちゃってる方とかも非常に多いんですね。実は、こうすると腰の筋肉がずっとね張ってる状態になって、腰痛を引き起こすっていう場合があるので、これはねすぐに改善していきたいんですけれども、今日はねちょっとトークでお伝えする形になるんですが、一つだけ、変えていただきたいことがあります。それが皆さんの、立ってる時のつま先の向きをちょっと確認してみてください。はい、動画をつけながらねぜひ、リラックスして、立ってみてください。つま先はどっちを向いていますでしょうか？はい、これがですね、実はつま先がまっすぐとか内股になっている状態だとかなり腰に負担をかけるような状態になります。で、実は内股の状態だと、股関節がね、結構詰まったような状態になってしまいます。で、内股の状態でねちょっとこう後ろにぐーっと反ってもらうと、腰がかなりギューッと詰まって痛いような感じが、わかるかなと思うんですけれども、内股になっていると後ろにこう反った時に、股関節がしっかり伸びずにね、腰をグッと折ってしまって腰にかなり負担をかけるので、それだけでねかなり反り腰が悪化するような形になります。ニュートラルで立つとつま先はね少しこう広がった状態になるんですね。まあ50度から60度ぐらい広がったような状態になるので、自然に立って、つま先が外側に向いてるのがいいかなと思います。そうするとお尻の筋肉も力がキュッと入りやすくなりますので、さっき説明した、開交差症候群の緩くなってしまっていて使えない部分、お尻っていうのも外側につま先を向けるだけで、使えるようになってくるので、まあ、それだけでね反り腰が改善するっていう方も非常に多いと思いますので、ぜひ皆さんね、リラックスして特に意識せず、普通に立ってみてください。その状態でつま先がまっすぐとか内側に入っている方は、ぜひちょっと外側にねつま先を向けて立つように心がけていただくと、それだけで、腰痛が改善するケースもありますので、ぜひお試しください。つま先を外側に向けたタイプの、腰痛改善エクササイズなんかも今後ねちょっと広いところで、全身が撮れるところで撮影したいなと思ってますので、それが撮影できたら、動画として投稿していきたいと思います。自宅がね、まあ、撮れなくはないんですけど、いつもエクササイズを紹介するときにもうギリギリまでね、こう壁にカメラを寄せてやっても撮れるか撮れないかぐらいのやっぱり広さなんですよね。なのでちょっと難しいなと思っていて、で広いところでね今後ちょっと撮れることがありそうなので、そこで撮って皆さんにご紹介したいなと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。ピーコはもうガニ股じゃん。さすがだね、ピーコは分かってるね。だろ、すげーだろ。でもこの前も言ったけど足グラグラだからどっちの方向でもすぐ向くけどね。乗れてるだけね。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。またねー。ご視聴いただきありがとうございました。ピーコちょっと反り腰やってみて。いいよ。うん。
すごいねそれ、うん、もう反り腰どころかへこんじゃってるよこれ。あんたが指で押してるからへこんじゃってるんじゃん。ねえ。